前回はマリサにスプラトゥーンのバグを教えてもらったけど、二つだけで物足りないわね。やあ霊夢、待たせたぜ。今回はスプラ1が発売してしばらく経ってから見つかったバグの紹介だ。いくつ紹介してくれるのさ？多めに仕入れてきたぜ。今回は4つのバグを紹介する。そんなにあるのね、スプラ1のバグ？ああ。じゃあまずは1つ目だぜ。その名も、イカバウアー。イナバウアーなら聞いたことあるわよ。いや、イカバウアーだぜ。参考動画を見れば意味がわかるはずだ。処置する鉱山の櫓ね。ローラーか筆を使って、櫓の金網に密着するんだ。イカちゃんがのけぞってきた。これを続けると、ついにはイナバウアー並みに体を曲げるようになるんだぜ。調べたらショッツルが追加された2015年末に見つかったバグらしいわね。そしてこんな感じで成功だ。なんか気持ち悪い。この状態は ZR ボタンを離すまでそのままだぜ。ちなみに約1ヶ月後に修正され、今はできないぜ。まあ気持ち悪いしね。次の解説に移ろう。紹介するのは、ガチホコカウントバグ。ガチホコのバグってよく聞くけど、そんなの動画で取り上げるほどのものなの？今回のはかなり害悪で成功率も高いから、一時期話題になったんだぜ。とりあえず動画を見よう。カウントをよく見てくれ。取った瞬間にカウントが進んだ？こっちもわかりやすいぜ。ゴール付近から飛び降りてガチホコを直接取ると、飛び降りる前の場所のカウントが認識されるんだ。一気に30近くまで行ってるのやばい。これなんてものすごいショートカットだぜ。確かに修正必死のバグだわ。もちろん発見から数週間で修正アップデが来たぜ。じゃあ次のバグも解説よろしく。ああ、次はモズク農園の敵陣侵入バグだ。敵陣のバリアに吹っ飛ばされてるわね。モズク農園は昔からバグが多いんだが、このバグは意図しない侵入だったらしいから修正されたぜ。リスキルに使われそうだしね。さっき紹介したガチホコのバグもモズク農園で使えるな。最短ルートから取るんだよね。本当はこのルートの動画で解説したかったんだが、見つからなかったから見せられないぜ。それじゃあ、次が最後の解説だ。最後に紹介するのは、スプリンクラーバグ、だ。スプリンクラーにもバグがあったの？そうだ。どちらかといえばガチヤグラのバグなんだがな。簡単に説明すると、ヤグラの内部にスプリンクラーを埋め込むバグだ。それだけ？地味な気がする。ところがこれがかなりヤバいんだ。今回紹介した中で一番かもしれない。とりあえず動画を見よう。ヤグラが降りてくる位置で待つ。成功したっぽいわね。するとスプリンクラーがめり込み、壊せないままずっと稼働し続ける。上に乗るとどうなるの？元動画の字幕通りだ。イカになるとダメージを受けるのはきついわね。設置したプレイヤーがやられるまでこのままだから、安全なところにいれば塗り続けてしまう。そしてプレイヤーのスペシャルゲージも増え続ける。かなり危険な技だと理解したわ。設置した側の視点だな。簡単にできて強いから、見つかってからしばらくして修正された。くしくもこの修正アップデが、スプラ1の現状最後のアップデートとなっている。スプラ1かやったことないけど面白そうね。動画作成時はまだそこまで人口が減ってないから、今から買ってプレイするとギリギリ間に合うぜ。まあマリサが教えてくれることの方が楽しいからやる予定はないけど。
それじゃあ今回はこの辺で終わるぜ。ご視聴、ありがとうございました。